どんな例文？どうも、トンツカタンの森本です。グラデーション来てます。今回は森本さんに、日本人にだけ読めないフォントを使った英単語翻訳に挑戦してもらいたいと思います。ごめんなさい、僕本当初耳だったんですけど、何ですか日本人にだけ読めないフォント？はい、こちらご覧ください。でこちらは読めますかね。これはあるデザイナーがアルファベットを日本語の文字に寄せて作ったエレクトロハーモニクスというフォントです。で日本人には漢字やカタカナに見えてしまうので、日本語を知らない人からすると英語にスッと読めるんですが、日本語の知識が入ってしまうと読みにくいと言われております、インターナショナルスクール出身の森本さん、これ読めますか？これ英語なんだ、3文字の言葉、なんて言います？じゃあさ、いやもうほんとカタカナの無にそのの、あと何 C みたいなやつね。これ C なんじゃない？これが、はい、なんて読むんですか？ ABC なんですよ。あ、これが ABC なんだ、はいはい、でこういったこちらのエレクトロハーモニクスというものを使った、なるほどね、英単語をご用意したので、はい、森本さんにはそちらの英単語を読んで日本語の意味を答えてもらいます。大丈夫ですか？ ABC 読めなかったですけど、幸先悪そうだけど、もう暗雲立ち込めてるけど大丈夫？マジ勘弁勘弁なんですけど。では1問目、はい、こちら、あの何、あでも分かりそう、分かる文字と分かんない文字がある。ちょっと待って、悔しいなこれ。R じゃないのか最初のやつ。このカタカナの和が分かんないな。完全なるカタカナの和だから。D か。巾着みたいな字。T じゃないの。最初のルードは分かったんです。ルード。失礼。ルードコーテディアン。何コーテディアンって。ルートコーテディアン。正解です。ルードコメディアン？ちょっともう一回見して。M かこれ。うわぁ、絶対 T だと信じて疑わなかったな。失礼な芸人。どんな例文？何ルードコメディアンって。失礼な芸人？どういうことよ。ルードコーテリアの方がまだ良かったわ。うわ、むず。OK。2問目。はい。はあ、お、分かる。ダサいブルーのシャツ。正解ですね。いや気持ちよくねえわこの正解。なあ、正解。意気揚々と今日の挨拶でもグラデーション来てますとか言ってさ、まんまとだよ本当に。これは読みたくなかったよむしろ。これなんか読めたな、なんでだろう。割と簡単かなこれは。ストレートに。Ugly blue shirt だね。うん。はいはいはい。わかりました。やった！3問目ラストです。これあれだね。やればやるほど分かってくるから楽しいね、やってて。また答えたくないシリーズだなこれ。はい、わかりました。うざい顔。そうですねじゃないのよ。何この問題、誰を意識してこれ出題してるわけ本当に。うれ、ということで森本さん、はい、2問正解です。はい、いかがでしたか？日本人にだけ読めないこと、いや楽しかったです。全然知らなかったんでこれに関して、やっててどんどん分かっていく様も気持ちいいですし、まあ唯一苦言を呈するなら問題だね。気持ちのいい問題ではない。まるで自分のことを言われてるような気がしてならなかった。違うんだよね別に、関係ないよね僕は。いや無言でうなずいてるスタッフ数名いるけど、うなずいてない方が過半数ですからね。はい、でも気持ちいい問題で気持ちよく正解したいです次は。というわけで以上、日本人には
読めないフォント、森本には少し読めるフォントでした。ありがとうございました。